はい、こんちくわつるっぱげとね、わかりますこれ、わかります、よいしょよっこしょ、わかります、このブカ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 服、わかります、あー、わかりにくいかな、このブカブカ服、わかりにくい、わかりにくいね、ブッカブカですね、これこれずっと着とったやつ、ブッカブカ、なんかなんとかヨー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 みたいな、わかるかな、わかりにくい、なんせなんかブカブカですね、えらいもんでね、なんとかヨー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 みたいなそんなこっちゃでね、今日は今散髪から帰ってきたとこですわ。創作料理、本日の創作料理、懲りないおっさん、懲りないおっさん、きのこ、きのこもやし炒め用野菜セット2、懲りないおっさん。前がもう激うまやったんかい、前はね、なんかもやしやったんですけど、まあ、ほんまこれももやしやっていうことは、傘があんまり減れへんいうことや、よかったよーっはい、油多め、油ちゃう、オリーブオイル、きのこもやし炒め野菜セット、はい、投入します。前がね、本日はね、ちょっと創作料理しますんで、これ50円、1袋ということは2袋でなんぼですか、だよね、100円です。うるさい、うるさい、はい、本日はね、おじさんの創作料理ですよ、おじさんの創作料理、あ、これ浸した方がいいんやね、これ炒めてから浸した方がいいかな、どっちやったかな、さっき浸しようか、炒められんですね、2本フライパン浸しよう、あとね、なんと秘密兵器がありますね、秘密兵器がありますね、じゃんじゃじゃん、読まれへん、アメリカ産牛肉ガーリックペッパー、ガーリックペッパーライス用味、これご飯に混ぜるんちゃうの、アメリカ産牛肉ガーリックペッパーライス用、これご飯に混ぜるって書いてあるわ、うわ、これ置いとこうかな、ご飯に混ぜようかな、置いとこう、けど火が立ってるか、ご飯に混ぜようかな、ご飯に混ぜたい、置いとこう、これ置いときますわ、ご飯に混ぜますわ、持つかな、いつまで、過ぎてるし、けどこれに混ぜるにはもったいないね、これ明日作ろう、マジか、ガーリックライス超うまそうなんですけど、こういうの買うなって言われて、こういうの買うなって言われてないけど、また買っちゃった、コーラ、っていうことはもう思い存分、思い存分これを焼こう、
やし、あんな入れたら、あかんし。十分やし、これで。あ、肉系なしか、ほんなら。そういうことか。まあ、しゃあないわ。それはそれでいい。それはそれでいい。これは、猪木の言葉やからね。猪木がいい。それはそれでいい。完璧やね。これまた2食分でしょ。これにまた焼肉のタレ入れますわ。火弱いかな。火弱いかな。もうこれ毎回言うてるけど、いつも野菜炒めね、作ってやったダニエル君がもう飛ぶ鳥も落とす勢いでもう超有名になってしまってね、いつもこうやって入れて、うわっ、うまっ、うまーい、えらい感動してやったん。ジガジさん、ジガジさんがすごかったん。野菜炒め毎日食べちゃって、うまーい。はい、卵入れました。もうできてると思います。これ固まっとる。うわ、やりすぎた。うわ、やりすぎたか。下高駅やりすぎた。あーや、ええ頃で開けといてよかった。ほっ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 すげえ、中華屋さんみたい。はい、完成。ちょっとやりすぎましたわ。やりすぎました。こんなん出ました。こんなん出ました。はい、ばいなら。はよきてな。チャンネル登録待ってます。